こんにちは。今日は女子が好きな人だけに取る行動についてお話しします。これを知ればあなたも気になるあの子の気持ちがわかるかも。それでは早速行ってみましょう。1. 目が合った時の反応。好きな人と目が合った瞬間、恥ずかしそうに目をそらしたり、逆にじっと見つめたりします。2. あなたの話をよく聞く。会話中あなたの話に興味津々で、質問が増えたりリアクションが大きくなることが多いです。3. 自然なボディタッチ。何気ない仕草で触れたり近くに寄ったりします。これがあると特別な感情を持っている可能性が高いです。 4. SNS での反応が早い。あなたの投稿に対していいねやコメントが多いのもサインの一つ。特にあなたとのやり取りを楽しんでいる様子が見えます。5. 笑顔が多い。あなたといる時だけ特別に楽しそうに笑ってくれることがあるので気をつけて見てみてください。 6. あなたの好きなものを覚えている。あなたの趣味や好きな食べ物を覚えていて会話に出てくることが多いです。 7. 友達にあなたのことを話す。友達にあなたのことをよく話している場合、好意を持っている可能性があります。 8. あなたの近くにいることが多い。意識的にあなたの近くにいたり一緒にいる時間を増やそうとする行動が見られます。 9. あなたの好みをリサーチする。あなたの趣味や好きなことをさりげなく聞いてきたり調べたりすることがあります。 10. あなたに特別な気遣いをする。体調を気にかけたり困っている時に手を差し伸べたりすることで特別な関心を示します。いかがでしたか？これらのサインを見逃さないようにしましょう。もし気になる子がいたらぜひ観察してみてくださいね。気に入ったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。